こんにちは、信州稲田の玉小屋の木村です。久しぶりのひよこの動画の更新になります。今年はそうですね、2018年以来鳥インフルエンザが香川県の方で出てしまって、今養鶏界は戦々恐々としております。しかも強毒性ということもあり、気が抜けないような状態になります。去年はそうですね、豚熱、豚のコレラですねが流行って大変だったんですが、僕ら養鶏の中では鳥インフルエンザが一番戦々恐々としてます。これが出てしまうと養鶏での鶏が全部殺処分となってしまうので、本当にこれから気の抜けない時期になります。まあ、鳥インフルエンザって、インフルエンザって聞くから皆さん冬しか出ないと思われているんですが、実は夏でも出るんですね。東南アジアとか、あちらの方でも夏、暑い時期でも出ているので、本当は一年中注意しなきゃいけないんですけれど、日本の場合はそうですね、野鳥が来る時期、それから、これから寒くなるに従って、気をつけなきゃいけない。まあ皆さんもまだコレラが、ごめんなさいね、コロナウイルスが落ち着かない時期なので、なかなか大変で気が抜けないですが、僕ら、コロナとそうですね、鳥インフルエンザと注意が必要な時期になってきました。まあその中でですね、鶏の、ひよこの成長の様子をご覧いただきたいと思います。それと今日はものすごい快晴で雲は一個もありません。こんな感じです。僕の顔が映ってしまうと見えづらいと思いますんで、こんな感じですね。ずっとこれ千畳ヶ岳ですね。千畳ヶ岳も頂上までよく見えます。まあ、僕の動画の中で先日登った山、カレー高原っていうのは実はこの山なんですね。これ木曽駒ヶ岳ですね。今日すごくよく見えます。昨日までは雲に隠れててなかなか見えづらかったりしたんですが、前に見えている真ん中の大きいのが稲の前岳で、ぴょこんと出ているのが、中岳になりますね。でこちらの方ちょっと膨らんでいるところが木曽駒ヶ岳、実はこれが木曽駒ヶ岳なんですね。でこちらの方が宇津木岳になりますね。このような形になります。それではひよこの方に行きたいと思いますので移動します。さてあれから、そうですね、9月の上旬に来たひよこなんですが、もう気がつけばもう2ヶ月、10、11と2ヶ月経ってしまいました。もう90日、60日ですね、60日を超えているんですね。最初はあのひよこの奥のひよこの青色の傾斜にいたんですが、それが真ん中の傾斜に移って、ついさ、そうですね、2日前にひよこが移動して大水移動というんですが、大きなひなの方、もう卵を産む直前のひな、ここでだいたい1ヶ月ぐらい過ごします。そのひよこの小屋に移動しました。ちょっと声が聞こえるかな。じゃあ入ってみます。こんな感じです。もうだいぶもうひよこの面影はほぼなくなって、鶏みたいな感じ。ただ大きな違いがあって、小坂が、小さいんですね。あの卵を産むようになってくると、この小坂がどんどん大きくなって卵を産めるようになります。これは桜の親鳥ですね。親鳥になるひよこですね。これが60日経つともうこのぐらい大きくなってしまいます。鳴き声もピヨピヨよりコッコッコっていう鳴き声にもう変わってきてますね。まあ、オンドリはコケコッコって鳴きますけど、まあ、メスの場合はコケコッコとは鳴きませんので、こんな感じになります。中暗いのは、あの、防鳥ネットを張ってあって、鳥インフルエンザにならないように野鳥の侵入を防ぐために、ちょっと暗くなってます。あと、信州は寒いので、締め切ってるような形になりますね。こんな感じになります。これで最初、そうですね、ひよこが、一つのカゴの中に30羽ぐらいいたんですが、今はもう 5羽とか6羽、広さを確保するようにしてます。そのぐらい大きくなってきてますね。ちなみにこれは撮影しているカメラで様子を見てます。あ、こちらにそうですね、平飼いの、親鳥になる鶏がいますね。こちらが平飼い、有精卵と平飼いの方の親鳥になる茶色い方ですね。で手前が桜という種類になりますね。ちなみにですね、長野県って養鶏場がすごい少ない県でして、で僕ら伊那市の上伊那というところにいるんですけれど、昔はそうですね、昭和10年とか20年ぐらいだと40件ぐらいあった養鶏場が、今はそうですね、上伊那だけだと
2件もしくは3件ぐらいになってしまいました。まあ、あの小さいサラリーマンを辞めた方がひよこから鶏飼ってる場合はちょっと僕は把握してないんですけれど、僕らのように会社としてとか、うん、昔ながらでやってるところはもう本当に3件程度になってしまいました。本当にそのぐらい少ないところで、実は岐阜県とか埼玉県とか、うん、愛知県とかお隣の県から卵を輸入してる輸入県になります。これ結構長野県の人にしかわからないんですけど、実は県外の卵がものすごく多いのが、長野県の意外な特徴です。野菜とかお米とかはリンゴとかは特に県外の方にたくさん食べていただいてるんですけど、卵に関しては実は長野県では輸入させていただいてお世話になっているという県になります。そんな中で残ってる、まあ、この理由が、餌が高いんですね。ものすごく餌が高くて、港から遠いので餌代がものすごくかかってしまうので効率が悪いということもあって、すごく少ない養鶏場の貴重な生き残りになります。こんな感じです。もうあと1ヶ月ぐらいで卵を産むように移動します。で、餌の内容もそうですね、今は丈夫な体を作るようにした配合した餌を自分たちで作って与えてます。これが、そうですね、卵を産むようになってくると、産むための骨太の特にカルシウムとか、あと卵を美味しくする魚粉とかを多く与えるようになるので餌の配合が変わってきます。そうすると不思議なことに、あのホルモン剤は全然入れてないんですけど、トサカがどんどん大きくなってます。これちょっと成長が早いのでトサカが大きいですね。これちょっとそうですね、珍しいというか、まあ人でもそうですけど、成長の早い子供とゆっくりな子供さんといるような感じですが、こんな感じになります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ちょっと早口になってしまいましたが、少しでもお伝え、今の現状ですね、お伝えできれば嬉しいなと思います。またよかったらいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上、信州稲田の田もがでした。さよなら。